いつもご視聴ありがとうございます。吉田正尚7号&4試合連続2安打、打率3割1分7厘、ア・リーグ打率争い2位に浮上。米大リーグレッドソックスの吉田正尚選手は本拠地でのレッズ戦に4番 DH で先発出場。4打数2安打で打率は3割1分7厘、4試合連続、今季21度目のマルチヒットをマークしました。ここ5試合で19打数8安打、打率4割2分1厘と好調の吉田選手は、2回の第1打席でレッズ先発、ルーク・ウィーバー選手と対峙。カウント1エンド1から内角137キロのカットボールをうまく払うと、ライトスタンドへ20試合、88打席ぶりの今季7号ホームランを放ちました。吉田選手は4打席連続、4試合連続の安打をマーク。ベンチでは久しぶりのダンベルパフォーマンスに笑顔を見せています。4回の第2打席はカウント1エンド2と追い込まれ、136キロのチェンジアップにショートゴロ。6回のノーアウト1塁で迎えた第3打席、137キロのチェンジアップをセンター方向へ弾き返しましたが、二遊間を詰めていたショートの正面で併殺打。2打席連続チェンジアップで打ち取られる形で終わりました。3対5と2点を追う8回、先頭打者での第4打席、レッズ4人目ルーカス・シムズ選手と対戦。カウント0-1から真ん中高め151キロのストレートを逆方向に弾き返し、グリーンモンスター直撃のツーベースヒットを放ちました。4試合連続、今季21度目のマルチヒットをマーク。これで吉田選手は4打数2安打で打率は3割1分7厘。チーム内では打率3割をキープしている選手は吉田選手だけとなっています。試合は9回にレッドソックスが吉田選手の2塁打などで5点を挙げて反撃も、7回の5失点が響き、無念の2連敗となっています。この7号ホームランを受けて吉田選手は試合後、追い込まれていたので反対方向を意識しながら、外の球をコースに逆らわずに打てたのが良かった。まっすぐとスライダーの2択にうまく対応できた、と振り返っています。吉田選手は30日、同31日の全試合終了時でア・リーグ打率ランキング3位でしたが、この日は2位だったディアス選手が5打数無安打に終わり、打率を下げたこともあり、1位のビシェット選手の3割3分3厘の次となるリーグ2位の成績となっています。この吉田選手の活躍に対してネット上では、素人目でもわかることがある。正尚のスイングは理想的である。速いバットスピードがあるからボールを長く見て引きつけて打つ。ボールまで最短でスイングしてコンタクト。パワーもあるから大きなフォロースルーで飛距離も出る。基本的な形は空振りさせられた時も崩れない。だから安定したパフォーマンスが出せる。吉田の広角打法はすごいものを持っている。技術的にはメジャーに挑戦した日本人選手の野手の中ではナンバーワンだと思う。イチローは足で稼いだ内野安打が多かったが、吉田は完全なヒットで安打を重ねてるのはすごいと思う。吉田打率3割1分7厘でリーグ単独2位、大谷本塁打15でリーグ単独2位、アベレージの吉田にアーティストの大谷、 WBC 制覇の3、4番は伊達じゃないですね、といったコメントが並んでいました。大リーグはこの日、オールスターゲームの先発野手を対象にしたファン投票を開始し、吉田選手もア・リーグの外野手部門で候補入りしています。メジャー1年目でいきなりのオールスターゲーム出場に期待が高まりますね。このように4試合連続、今季21度目のマルチヒットで打率リーグ2位と絶好調な吉田選手、その打撃技術の高さをメジャーでも評価されている吉田選手に対して、ある大きな記録が期待されているようです。一体どんな内容なのでしょうか。では気になるその中身を見ていきましょう。ボンズ以来21年ぶりの1試合2発スプラッシュヒット、期待の日本人初の本命は大谷翔平ではなく吉田正尚か。史上最強打者と言われたバリー・ボンズ氏以来、史上2人目の快挙としてパイレーツのジャック・スウィンスキー選手がある記録で取り上げられました。そんなある記録を達成することができる日本人選手として吉田選手の名前が候補に上がっています。スウィンスキー選手は5月29日日本時間30日の敵地オラクルパークでのジャイアンツ戦で1試合で2本のスプラッシュヒットを放ちました。スプラッシュヒットとは同球場右翼への場外ホームランのことです。
右翼フェンス後方はサンフランシスコ湾の入り江となっており、マッコビーコーブと名付けられています。この海に直接飛び込む特大アーチは同球場名物で、全盛期のボンズ氏が何本も海にぶち込み、そのホームランボールを求める多くのファンがボートに乗って待ち構えることもありました。スウィンスキー選手は7回にデスクラファニー選手から、9回にはワイズリー選手から、いずれもマッコビーコーブへ飛び込む特大弾を放ちました。スプラッシュヒットとなるには最低でも130メートル以上の飛距離が必要と言われています。ボンズ氏はこのスプラッシュヒットを歴代で最も多い35本放っています。また2000年5月10日のカージナルス戦、2002年5月18日のマーリンズ戦と2度1試合2発のスプラッシュヒットを放つ異次元ぶりを披露。この1試合2発を他に成し遂げた選手はいませんでしたが、21年の時を経て24歳のスウィンスキー選手が達成。これが今季10号と11号で、デビューした昨年は106試合で19本塁打したスター候補の一人です。このスプラッシュヒットですが、日本人メジャーリーガーで過去に打った選手は一人もいません。2010年8月10日にはカブス福留孝介氏が右翼場外の海へ飛び込む10号ツーランを放ちましたが、直前に外野スタンドの旗に当たって落下したために、公式にはスプラッシュヒットとして認められませんでした。スプラッシュヒットを打つには左打者が絶対的に有利。2021年には交流戦でエンゼルス大谷翔平選手が同球場でプレーし、日本人初の期待が高まりましたが、メモリアルアーチは出ませんでした。当然現在でも多くのファンが日本人初スプラッシュ候補の一番手に大谷選手の名前を押すでしょう。しかしエンゼルスの今季のジャイアンツ戦は8月7、9日に本拠地での3連戦のみと、移籍しない限り今季中は大谷選手がオラクルパークの打席に立つ可能性はありません。そこで本命に浮上してくるのが、直近好調を維持している吉田選手です。チームは7月28、30日に敵地でのジャイアンツ3連戦が予定されており、ここまで打率3割1分7厘7本塁打31打点と主軸として素晴らしい数字を残しています。捉えた時の飛距離は十分に海に届くものだということをメジャーの舞台でも証明しています。吉田選手は実際4月に本拠地であるフェンウェイパークで岩村明憲氏、大谷選手に続き日本人左打者3人目となるグリーンモンスター越えの本塁打を放ち、その名を刻んでいます。そんな実績のある吉田選手がスプラッシュヒットの歴史的日本人第1号を叩き込んでも何の不思議もないのではないでしょうか。吉田正尚、おやつタイムもフルスイング、スーパーもぐもぐタイムをしっかりとカメラがキャッチ、これがホームランを生む集中力の源として紹介されたのは、吉田選手が第1打席で豪快な第7号の先制アーチを放った後のシーンでした。そのホームランもさることながら、直後にカメラが捉えた吉田選手のちょっと可愛い姿にも注目が集まっているようです。豪快なホームランを放ち、ダイヤモンドを一周してベンチに戻ってきた吉田選手、チームメイトと会話を交わしつつ、時間短縮のためなのか、かなりの量を左手いっぱいにすくった食べ物を大きく開いた口にこれまた豪快に放り込むと、もぐもぐタイム開始。その後グラウンド側に歩いていき、身を乗り出しながら真剣に試合の行方を見始めた吉田選手でしたが、豪快に口に含んだおやつは吉田選手の方をパンパンに膨らませていました。そして見る限り口の中身はなかなか減らない様子。吉田選手の豪快さはホームランだけではなかったようです。吉田選手のこのスーパーもぐもぐタイムにネット上では、打席での真剣さとのギャップがすごい、わら、頬がいっぱいでリスみたいになってるのかわいい、この食がホームランの源か、などの反応がありました。日本とは異なる環境下ということで体調管理が心配ですが、吉田選手には怪我なくこのまま突き進んでいってほしいですね。あなたはどう思いますか？ぜひあなたの意見をコメント欄に書いて教えてください。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、高評価をお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。